ヒッツ作、ブドウの収穫ドーラヒッツはドイツの画家である。象徴主義、印象主義の画家である。ベルリン分離派の創立メンバーの一人である。バイエルン州のアルトドルフで生まれた。6歳で家族とアンスバッハに移り、13歳からミュンヘンの女性のための絵画教室に入学し、ビルヘルムリンデンシュミットやハインリヒシュテルツナーに学んだ。ミュンヘンでルーマニアを火。 エリサベタと知り合い、ルーマニア王室の宮廷画家に任命され、ルーマニアの品屋にあるペルシュ城の装飾画などを描いた。1880年からパリに住み、リュック・オリビエ・メルソンやギュスターブ・クロード・エティエン・ヌクルトは、ジャン・ジョセフ・バンジャマン・コンスタン、ウジェーヌ・カリエールといった画家から学んだ。パリでは、オイゲニ・エッテルや、ヘルマン・バールといったオーストリア出身の画家や、作家たちと交流した。 1890年代の初めは、ブルターニュやノルマンディで活動した。1890年に、フランス芸術家協会の展覧会に出展し、入選し、1892年からは、フランス国民美術協会の会員となり、その展覧会に毎回、出展した。1891年に、ドレスデンに滞在した後、1892年から、ベルリンに移り、 ベルリン女性芸術家協会の会員となり、ベルリンの進歩的な女性と交流するようになり、彼女たちから多くの肖像画の依頼を受けるようになった。1892年にベルリン分離派の母体となった11人協会の創立会員となった。1898年にベルリン分離派が結成されるとそのメンバーになり、ベルリン分離派が分裂した後は自由分離派に参加した。 第一次世界大戦が始まると生活は苦しくなった。病気がちになり孤独な生活を送った。1924年にベルリンで亡くなった。1925年に追悼展が開かれた。ありがとうございます。